の村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。裏が近づいてきたぞ。嫌な思い出が近づいてきたぞ。怖いね。黙れ、黙ってろ。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら、このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだが。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅。チロ、分かっておる。魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな、他にもいるはずだぞ。you
えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。ダメだ、この村は終わった。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。そいつらは女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。では我らの方が、アイネさん危ない。殺せ、こいつらを殺すんだ。
から守ろうと。やめてください、お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立って立ってくれ。はい。おい、いよいよ壊れたか。俺の出番か。それで本当にいいのか、カイネ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。誰が人間なんだ。こちらで村人が襲われておるぞ。全部お前たちのせいだ。魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。
体の中心から何かを感じるぞ。これが合体した魔物の力。これしきの魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるったら負けだぞ。進化の魔力を感じるぞ。この人たち本当は躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。
まる。奴の中心に魔力を集中させよ。集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。慎重に奴の目を狙え。
に逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。わかった。エミ、あまり無理をするな。まだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でもいいんだ。もう振り向くな。
とにかくこの村からは出よう。そうだな。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり絶対に取り戻してみせる。ポポルのところに戻って話を聞くのだ。どうした？これでようやくヨナを助けに行ける。ああ、そうだな。どうした？何を神妙な顔をしておる？シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は私たちを置いていくなんてふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ、こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。だけど。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。カイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと楽しいですよ。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなありがとう。ヨナを必ず助け出す。それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって。本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何？ううん、なんでもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも。ありがとう。
いや、船に乗るかい？もういいのか？必ず戻ってきましょうね。あ、行こう。